やだもん。え、あ、なんだ。うん、この間あげたマフラー気に入らなかった？いや、別に。あ、どうした？今ね、モテウチ君に似てる人見かけたの。ほら、あそこ。一緒にいられるのもあとわずか。なあ。え、あ、何？なんか話せよ。あ、楽しくないのか？そんなことないよ。ただちょっと緊張しちゃって。出るぞ。ニーマイ君。
私のことを置いてっちゃうように思えて。できれば一緒に歩いてほしいな。分かったよ。まあこっちの方がいいかな。いや、やっぱしこっちの方がいいかな。もうちょっとこの辺に赤欲しいよな。パスと、これはどうだ。いつも可愛い愛ちゃんです。せべ、どうもこういう服は趣味に合わねえんだよな。まあしょうがない、ヨータを慰めるためだ。うわ、買い忘れはないよな。モテウチ君。萌美ちゃん、たかし。しまった。萌美ちゃん。はい、ありがとう。ねえ、モテウチ君、今暇かな。え、ニーマイ君と二人っきりでいると上がっちゃうの。一緒についてきてくれると嬉しいんだけど。俺ね、お願い。ニーマイ君、これから俺たち映画見に行くんだ。もう萌美ちゃんのことは忘れるんだ。ヨータ。ヨータ、悔しかったら俺から萌美を取ってみろ。何言ってんだよ。そんなこと、そんなこと無理に決まってるじゃんかよ。ったく、ヨータのやつ帰ってくるなり親父さんのアトリエに閉じこもっちまって。よし、できた。どうせヨータのやつ泣きまくってるに違いないからな。今慰めに行ってやるぞ。ヨータ気に入ってくれるかな。エッチなヨータにぴったりのパンツ、見えそうな服。しまったのかなと思って。バカ、絵本書く前に気合い入れてただけだよ。それにしちゃちょっと危なすぎる構図だったぞ。ほっとけ。めえ。でもヨータが絵本をね。お前絵描くの好きだもんな。まあな、俺は昨日絵本コンテストのことを知った時誓ったんだ。何を。俺は俺の絵本で全ての子供たちに夢を与えてやるんだ。そして俺の絵本の力でこの全世界から、いやこの全宇宙から争いをなくし、愛に満ち溢れた究極のユートピアを、人類が求め続けてきた永遠のシャングリラを生み出すのだ。これこそ男子の本懐。ああ、俺は今猛烈に感動している。やっぱ危ないやっちゃな。それに恋に逃げられたら夢を追いかけるしかないじゃん。ヨタ。いいよ、そういう考え方すっげえいいよ。いち
いち殴るなよ。絵本で子供たちに夢を与えるってのも素敵だぜ。こうなったら何としても夢を実現するんだよ。いい加減にしろ。俺は真面目なんだぞ。わかってる。ヨータのいいとこまた一つ目っけ。ヨータあんなに落ち込んでたのによく前向きに立ち直ったな。偉いぜ。アイちゃん。俺ビデオガールのくせに何の役にも立たなくて、だけど俺はいつだってお前のこと応援してるぞ。アイちゃん。邪魔になるといけないから向こうに行ってるわ。あ、愛ちゃん。ん？その服似合ってるよ。じゃあヨータ頑張ってな。お前役立ってないことないんだぜ。お前にいいとこ見つけたって言われるたびにどれだけ救われてきたことか。そうさ、俺には愛ちゃんがいる。よーし、頑張るぞ。ヨータのやつ。なんだ。再生時間がもう、そんなはずは。ヨータ。アイちゃん、どうかしたのか？なんでもない。一体どうなってんだ。でもよかった、もうヨータと会えないかと思った。ビデオガールは人を愛しちゃいけないのに。ねえニーマイ君、最近のモテウチ君少し様子変だよね。なんか態度がよそよそしくて、前みたいに私と話してくれなくなっちゃった。あー綺麗、こんなのクリスマスプレゼントに欲しいな。あ、ニーマイ君、ニーマイ君、いないの？よし。なんだよヨータ。こりゃまたずいぶん書いたな。すごいだろ、ここ1週間書きまくったもんね。けどヨータ、数書けばいいってもんじゃないぜ。うるさいな、そのくらいわかってるよ。で、俺になんか用か？そうそう、イラストボードがなくなっちゃったんだよ。悪いけど買ってきてくれないかな。今乗ってるんで中断したくないんだ。オッケー、お安いご用だ、任せなさい。サンキュー愛ちゃん、愛してる。変なこと言うな。あ、なんか悪いこと言ったかな俺。
ここで初めてニーマイ君に告白して振られて、だけど後で OK してもらえてすごく嬉しかった。ねニーマイ君、聞いてもいい？なんだ。ニーマイ君、私のこと好き？答えてくれないの？答えるよ。その前に俺も質問していいか？なぜ俺と一緒の時ヨータのことばかり話す？自分じゃ気がついてないかもしれないけど、本当はヨータのことが好きなんじゃないのか？俺は別に構わない。ヨータに会ってこいよ。それで自分の気持ちを確かめてこいよ。それが俺の答えだ。ありがとうございました。遅いなあ、愛ちゃん。よし。俺は一体何をやってんだろうな。ですか。あ、どうも。どこ行ったんだ愛ちゃん。行き違いかな。それともあいつのことだからどっか寄り道してんのかもな。
でミーマイ君と会ってたの。タカシと？うん。今日ね、初めてニーマイ君が優しい目してくれたんだ。へえ、そりゃすげえや。あいつ、女の子に優しくしたことないのに。え、そうなの？うん。そうなんだ。ニーマイ君はね、私のことあんまり好きじゃないみたい。え？私にね、モテウチ君に会ってこいって。私がね、モテウチ君のこと好きなんだろうって。え、嘘。初めて優しくそう言ったの。でも優しいけど最後の優しさって感じで、結局突き放されたのよ。え？突き放されてから私一番知りたくないこと分かっちゃったの。私は私に気がないこの人をやっぱり大好きなんだ。ユチ君にはいつもつまんないことばっか聞かせて。萌美ちゃん、頑張れ。うん。私は私に気がないこの人をやっぱり大好きなんだって。辛いけどもう分かっていたことじゃないか。それに、それに俺には、愛ちゃんがいる。うちに帰れば、愛ちゃんが笑顔で迎えてくれるさ。電気がついてない。ただいま、愛ちゃん。愛ちゃん、いないの？愛ちゃん、愛ちゃんどこに？これは、まさか、愛ちゃんは、どわ、あ、ぐ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 、このままじゃ、愛ちゃんが。それではもう回収するというのですか。しかしまだ期限が。今、モテウチ陽太からこの子を取り上げてしまっては、あまりにも。仕方ないのだ。愛は不良品。このまま彼のもとに愛を置いておいても何の役にも立たぬ。そんなことはないですぞ。現にモテウチ陽太は愛を必要としていますし。愛ちゃん、どこだ。愛ちゃん、愛ちゃん。愛を回収する前に一度愛の気持ちも聞いてやってください。お願いします。どうするかは私が決める。愛を作ったのはこの私だ。アイちゃん、どこにいる？アイちゃん、アイちゃん。どこなんだ？アイちゃん、アイちゃん。
答えろ、アイ。ああ、アイちゃんが消える。来て、モテウチ君。モエミちゃん。愛とやらのもろさ、いかがわしさ、思い知ったかな。愛ちゃん、ヨタ、ごめんね、ごめんね。もう俺のことはいいから、帰れよ。いいんだ、もう俺このまま消えても思い残すことない。ほんのわずかの間でも俺愛を信じられたから。少女の主題歌嬉し涙を歌わせていただいてます、坂井のり子です。私はこの電少女とてもファンでしてね、原作も読みました。勝田先生にも何回か対談でお会いしてるんですけども、礼もひどく、そんなわけですっごくね、原作も大好きで、絵が綺麗な漫画が好きなんですね。私ものりぴーちゃんっていう漫画を描いてますけども、それとはまた置いといて、とてもねこの漫画はストーリーも純愛してて、天野愛ちゃんがねすごくいじらしくてね大好きなんですけども、それで今回ビデオ化ということでね、私もこのおまけに出させてもらってるんですけども、すっごく綺麗なアニメで次の回で終わっちゃうんですよね。それを思うとすごく寂しいなとか思うんですけども、みんなの応援したいでなんとかなるさというわけでね、頑張ってみんなも応援してあげてください。私もねこれからもっともっと天野愛ちゃんがね幸せになることを祈りながら楽しみにファンでいたいと思います。